2022年明けましておめでとうございます。イエーイ。 YouTube おかえりなさい。おはらんなおはらんなサンプラザ中野くんです。パパラカワイです。どうですか YouTube の調子は。結構頑張ってますよ。それが大事ですよ。まだまだ始めてね、3ヶ月足らずですからね。そんなことないでしょ。まあそんな感じで今年も粛々とですね、進めていきたいと思います。よろしくお願いします。やっぱりね、常に、バッターボックスに立ち続けるってことが重要なんですよ。そうしなきゃヒットは出ないんです。なるほど、ね、今日はですね、私大晦日にあの紅白歌合戦を見まして。はい、俺も見ましたよ。見ましたか。その中で、あ、この歌やっぱいい歌だな、歌いたいなと思った歌を歌います。はい、それは石川さゆりさんの津軽海峡冬景色でございます。なんとですね、演歌いいじゃないと。いいよ、あれは本当最高の歌ですよね。初めてここでですね、演歌を歌ってみます。お聴きください、どうぞ。押して押して、3,4 上野初の夜行列車降りた時から、青森駅は雪の中、北へ帰る人の群れは誰も無口で、海鳴りだけを聞いている。私も一人連絡船に乗り、凍え空かもめ見つめ泣いていました。津軽海峡冬景色。ご覧あれが達比岬、北の外れと見知らぬ人が指をさす。息で曇る窓のガラス拭いてみたけど、遥かに霞見えるだけ。さよならあなた、私は帰ります。風の音が胸を揺するだけとばかりに、津軽海峡冬景色。さよならあなた、私は帰ります。するだけとばかりに、津軽海峡冬景色。いかがでしたでしょうか。津軽海峡冬景色、初めての演歌チャレンジとなりました。いやこれね、はい、あの演歌と言いつつかなりロックですよ。俺はそう思いますよ。おかなりハードな歌ですよ。まあそうですね、ハードだし心にグッて響くし、そうですね、分かりやすいしね。そう、俺日本人のハートにグッて刺さる。なんで演歌っていうか知ってます。確かに演歌、演奏の演に歌って変だよね、演歌。なんとですね、略語なんですよ。もう一個だけ真ん中に漢字が入ってます。分かんないでしょうね、この辺に言われたら。俺は分かんないな。なんとですね、演説家。ええー、
演説なんですよ。演説、ね、自由民権運動ってあったじゃないですか。はい、歴史で習いましたよね。正しい人も自由はせず、そうそうそう、それの頃、はい、まあ、町にですね、人々が自分の意見を述べようと演説しようということで、うん、街角にいっぱい人が立ったんですよ。でみんな演説してたんですよ、うんうんうん、でも演説だけだとどうも人が、なるほど、差別化ができないと、人をもっと寄せつけるにはどうしたらいいだろうと思って演説を歌にしよう。それで歌ができた、演説歌っていうのをやりだした。それがだんだん歌になっていって、うんうんうん、演歌になった。まあ諸説あるかもしれませんけれども、うんうんうん、というのを私ネットで見まして、うん、はぁーと、今の演歌っていうのは色恋沙汰、色恋がメインじゃないですか、うんうん、はいはいはい、だけどその頃は政治的な主張を歌にしてたってことらしいですね。びっくりしたでしょ。びっくりした、はい、ちょっと、でもあれだよね、あの石川さゆりさん歌番組ですれ違うじゃないですか、はい、俺大好きだから、うん、こう通るじゃないですか、はい、すっげえドキドキするんだけど。あ、そう、はい、しない？いや俺一応目見て頭ますご挨拶しますけど、俺ずっとネットで石川さゆりさんの動画ずっと見てるから本物だよっつって、そうだね、それそういう感がありますね。あるでしょ、もう着物バッチリ着込んでます、うん、すごいよね、スター感が溢れて出ています。はい。カエさん、どの歌が好きなんですか、石川さゆりさん。やっぱこれ津軽海峡か、伊豆半島の歌なんだっけ。天城越え。天城越え。天城越え。うん。伊豆半島の。確かに伊豆半島の。あと、まあでもじゃああれですかね、青森か伊豆の歌。あ、そうですね。やっぱあの2曲があれば、あと10年は俺は見続けられますよ。石川さん、素晴らしい、大好きです。それでは、いかがでしたでしょうか、高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくね。ではまたランナー、押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく、押して押して高評価、チャンネル登録もよろしく、押して押して。